急に通知来て飛んできたって。いや本当マジで告知なしでいつも配信するし、本当ね、あやろうって思ってねやっちゃうタイプだから、ほんとみんな通知オンにしといてほしいじゃないと多分逃しちゃう。告知しろって話なんですけど、今日はなんで配信したか、配信したかというと、SKE のねトーク会のあれを、トーク会に来てねっていう、会おうよって、なんか久しぶりにトーク会っていうか会えるのに、なんかその会える機会を無駄にしたくないなと思って、ちゃんとお知らせしようと思って、そうショールームしたそう、そう本当はね9月に会える予定だったけど、え9月だっけ、うん9月か、9月に会える予定だったけど全部ねあのなくなっちゃったし、うんもう1年以上会ってない人も多分いると思うから、せっかくね会える機会がやっと来たから、うん、会いたいなと思ってちゃんとお知らせをしようっていうことでしてます偉いって言われた。10月、来月の9日と10日がからスタートなんだけど、それが明日までの締め切りだから、早くみんな申し込んでくれよっていう。愛知だっけ、スカイエキスポだっけ、そう早いよね締め切り、明日の12時までだから、君たち急いで今すぐ申し込みしてきなさい今すぐしてきなさい。愛知だった気がするんだけどな、うん、スタート愛知だった気がする、愛知だよね、スカイエキスポです。9日10日は圧がすごいって、圧かけてくわ一人一人に、時間切れるまで。そう FC 岐阜のねイベントとかあるから、参加できない日もあるから、多分人よりちょっと少ないんだよねトーク会だから、来てほしい。そうそうそう、幕張、幕張は16しかないんだよね FC 岐阜のイベントがあるから。マジこれ圧かけて来なかった人が一番立ち悪いからね、立ち悪いとか言っちゃダメか本当に。まあでも今は無理しないことが一番なんですけど、こんばんはそれがまた圧やばいやばい、うん、スナメリさん、幕張でご挨拶させてください。なんか固くない、もっとなんか青にとかそういうのでいいのに、全然。でも嬉しい、会えるってことだね。おこうたんたん、会ってなくても行くから大丈夫って、優しい。埼玉延期になってくれたから、延期後の日曜日行くかもって。待ってるぜー。
ロッキー T シャツ着て幕開きました。ロッキー T ってなんだ、あれか、鍵のやつか。あれ違うか。ん、そうか。お前だけど絶品の話とコナンの話したい。全然コナン、あ、コナンじゃない、絶品の話とかまだしてない人いるもんね、いっぱい。5月とかだっけ、5月だよね。しようよ、全然しようよ。そうだ、みんな話したいこと絶対溜まってると思うからいっぱい話そうよ。遠くから行ったらお祝いしてくれるって。もちろん。ならルカの誕生日もお祝いして5月だけど、5月めちゃめちゃ過ぎたけど、お互いお誕生日お祝いしよう。ルガちゃん公園に出る日は決まってません。いつ出るか知りません。あと20分ぐらい。リスタート見てるよって人いたけど、12周年のあれが流れてんのか今。実況しないのが DMM 入ってないのに、なんかパスワード分かんなくなった。
バイバイバイ好きなんだよね。あの衣装も可愛いしね、好きなんだよ。うん、トーク会関東のみですけど申し込みました。ありがとう、ハートあげる。クロスのセンターやって、やりません。あれはチュリさんがセンターで譲るかで挟むから意味があったので、私はセンターはやりません。ウィンブルドンのルカちゃんが好き。もうやんないねウィンブルドンもやんないね。ダチョウね、ダチョウのね3人だけねちゃんと残ってるからね、いつかねあのやりたいね。3人で必死にね練習して頑張ったから、いつかね成長したうちらでダチョウね、あの3人だったらやりたい。愛知の特化を全部追加してきました、ありがとう。9、10がラストだ、ラストじゃないや明日までだから、みんな今すぐ申し込むんだ。みんな明日仕事でしょ、絶対忘れるもん。仕事でみんな忘れちゃうから、こんな時間にどうしたって。珍しいよね、ルカが配信してるなんて。だからさっきも言ったけど、トーク会でみんなに久しぶりに会えるのにちゃんとお知らせしないのはあれだなと思って、ちゃんとしたいなと思ってお知らせをしているんです。夜のうちに持ち込まないと明日の昼まではうっかり忘れちゃうよ。その通り。あと10分ぐらい配信できるの。マジレアキャラだよね。だからレアキャラにならないように頑張ろう。だいたい次やるとき1ヶ月後とか
半年後とかかもしれない。配信見るまでイメージ違いました。どんなイメージだったの？絶対悪いイメージだったでしょ。いや本当ね、イメージね、第一印象悪いのよね。入りいつも悪くなっちゃうのよ。うん、それ悩みだね。あるあるね。うん、だ別に傷ついたりしない、もう慣れてるから。それでなんかどんよりとかしない。そうだよ、こう見えて人見知りだからね。ね、いつの間にか人見知りのイメージの方が強くなったけど。でも別にルカファンの人には人見知りしないよ。なんでだろうね別にそこは人見知りしない。だから握手会では別に普通に初めましての人でも全然話せるよ。トーク会初めてでも大丈夫ですかって、全然大丈夫だよ。だからファンの人はまだ慣れてないと思うから、トーク会握手会とか来てる人とかでもまだね。トーク会ほんとまだ1シングルしかやってないよね多分。そうだからみんな多分慣れてないし大丈夫だと思う。6年経ってはまだ緊張しますけど、6年経ったらもうしないでしょ。ベテランやないか6年通ってるのは。まあそうだよね、来る方も緊張したよね。だってこんな可愛いんだもん可愛い子に会うとね、そりゃ緊張するわ。
今日どうしたって言われた。人とね話してなさすぎてね、ルカって本当はこういう人間なんだよ、こういう人間なんだけど、でもこの前ね K2 と久しぶりに会ってバカみたいに喋ったね。 K2 のメンバーと久しぶりに会ったらもうみんな、うわ久しぶりみたいな、めちゃもう止まらなかった会話が。もうルカペチャクチャペチャクチャ喋ってて、でもねやっぱ嬉しいのはそうやって喋った時にやっぱおもろいねって言ってもらえるのは嬉しい。やっぱおもろいわって言われてよかったと思って、みんなのことを元気にできてよかったなと思って。あ、そう、夏休みの登校日、夏休み明けのね2学期の登校日みたいな感じ。あれ K2 といるとねほんとね止まらないのよ、ひたすらしゃべっちゃうで、いつも怒られちゃうマネージャーとかに。で怒られるって分かっててもしゃべっちゃう、よくないねこれ。ネガティブだった頃が懐かしいな。確かにね昔はネガティブだったよ。でもねあの頃のルカに言ってやりたい、マジでほんとその考えしょうもないよって。今はもうねいろいろ乗り越えてきたし、あの吹っ切れたというか、まあ吹っ切れたっていうとちょっとなんかあれだね、うん、なんていう、あ、大人になった。ネガティブだった頃はもう一番輝いてたっていうか一番ノリに乗ってた時期だよ。選抜入ってた時、選抜入っていろんな活動してた時、一番頑張んなきゃいけない時に一番ネガティブだったからね、ほんとしょうもない。やり直したいっていうか、まああの時はあの時で楽しかったけど、なんか今なんてまあ吹っ切れたのもあるけど、なんかやっぱなんかねネガティブなこと言ってたりちょっとのことで悩んでたりする人見るとなんかもうちょっとなんかうんこっちがなんかうずうずしちゃう。だから楽しくねみんなを笑かしてね、楽しい方がやっぱねいいじゃんね。そうだからバカなことして笑ってってやってる方がルカは楽しいから、でもやるときはやるっていう風にした方が絶対楽しいから、もういつの間にかネガティブじゃなくなってました。あの時ネガティブじゃなかったらな、もうちょっと選抜としてうまくやってた気がする。そうです、私選抜に入ってました。知らない人いるかもしれない、言っとくわ。はい、私選抜に入ってました。やっぱ今のね若い子知らなかったりするから、ルカが選抜に行った時期を、大事なことだからね、やっぱ2回言わなきゃいけない。
そうです、意外にマンゴーで M ステにも出ました。はい、映ってます、ちゃんとちゃんと抜かれましたそう、大事だよね、 M ステでちゃんとカメラソロで抜かれたっていうのはすごい大事だから、うん、M ステティッシュ今も飾ってるよ、使ってない、そうだよ、 M ステティッシュちゃんと飾ってるよ、使わずに、えらいでしょ、いや使えないでしょ、大事に取っとくよ、そりゃセンバツの話してるとこ悪いのですが、あと2分です、やばいやばい、選抜の話して調子乗ってる時にブチって切れたら一番恥ずかしいからな。はい、ということで、選抜に戻るためにも皆さん、トーク会に来てください一番悲しい宣伝の仕方してる、はい、皆さん配信を見てくれてありがとうございました、トーク会で会いましょう、久しぶりに会えるの楽しみにしてます、急な配信見てくれてありがとうございましたバイバイ。バイバイ、おやすみー。